足をしないような人、純粋まっすぐ正義君とかですね、最近若者の間でも意識高い系という言葉、意識高くでいいじゃないかって皆さんも何だと思うでしょうが、完全な勘違いです。意識高い系というだけ、お一人様の上の千鶴子でございますというのですが、今日はその話はいたしません。今日は、よそでやったことのない本邦初演の話をすることになろうかと思いますが、なぜかというとこういうご依頼が来なかったからです。で、まあ、来てもお受けしなかったと思いますが、道浦元子さんに頼まれて、ノーが言えない気の弱い私がここに来てもらいました。過去のことよりは今日から後のことを少しお話ししたいと思って、今日、ぜひとも皆さんに最初に見ていただきたかったのが、これが、ちょうど1年前の8月30日の国会前の風景でございます。で、タイトルが、社会運動論から見た2015年夏、私たちは何をしたのか、これ私たちというふうに言えることが大変嬉しい思いです。で、国会前、暗くしないでください、話暗いから。国会前10万人これだけの人を埋め尽くすというのは本当に何十年ぶりに見た景色だというふうに思います。で、この、航空写真の下ではこの光景が広がっておりました。で、真実の若者たちがですね、ラップで民主主義ってなんだ、民主主義ってこれだっていうのをやってた。私はもう本当にその時に、民主主義ってこれだっていう皇帝の言葉にもうまばゆい思いをいたしました。なぜかというと、私たちは40数年前に自己否定という否定の言葉を語らなければならなかったからです。で、ここに、出てきた人たちは若者と、あとは髪の毛が白いかないかのおじさま、おばさま方、本当に70年安保世代、それから遡って60年安保を経験した世代の方と20代、真ん中の40年分ぐらいが抜けておりました。で、こういう人たちが国会前の光景を作り出したんですが、じゃあ夏は一体何だったのか、いろんな多様な人たちが現れて、私は時に新しい政治文化が日本に生まれたというふうに思いました。で、それはまずですね、立憲主義を守れというたった一つシングルイッシューで人々が集まった。で、基地の問題も雇用の問題もありましたけれども、主催者サイドは労組の旗を持ってきてくれるな、他の要求は出してくれるなというのでたった一つでまとまった。それから組織動員ではなくて個人の判断できたということですね。その時に、SNS というソーシャルメディアが活用されたということ、そしてもう一つ多くの世代が登場したということに私やっぱり大変感動いたしました。で、この前に、唐谷公人さんの予言という動画がございます。2011年9月、実はこれはですね、きっかけはこれです。3.11、この、人災といえる、原発事故が、きっかけになって、3.11 以前の日本と以後の日本が同じであって良いはずがない、日本変わらなくっちゃと多くの人が思った、そして、その後ですね、国会前に毎週金曜日に集まる人たちがいました。ちょうど6時から8時まで、時間が来たら掃除をして帰るという、このデモが長い間続きました。そのピークが、ちょうど2012年に来まして、雨の梅雨の季節でしたから、アジサイ革命と呼ばれたその時期に、全世界でジャスミン革命や、雨傘革命が起きて、日本でもその紅葉が見られるというふうに期待した人たちがいました。そして、その、2011年 3.11 の半年後に唐谷公人さんが、デモで日本は変わるのかという問いにこう答えられました。変わる、デモのできる日本、社会に変わる。で、まあなんかはぐらかされたような、答えだったんですが、それまでデモというものが日常の風景に久しく耐えてなかった、その中で、デモのできる社会になるというこの予言は
見事に当たりました。でなぜそれ以前にデモができなかったかというと、国会前で叫んだ、例えばあのエイズ対策を、あの主張した若者たちとかそういう人たちはいましたけれども、その人たちは、長きにわたって政治的シニシズム、冷笑の対象、冷笑したのは小林義則のような人、純粋まっすぐ正義君とかですね、最近若者の間でも意識高い系という言葉、意識高くていいじゃないかって皆さん方お思いでしょうが、完全な勘違いです。意識高い系というだけでみんなに惹かれるという揶揄の言葉です。こういうふうにして、政治的なシニシズムというものが40年以上続いたその日本の景色を変えたのが、昨年であった。その昨年突然変異で国会前の現象が起きたわけではなくて、それに至る前史がありまして、最大ピーク時には、実は、8月30日の国会前10万人なんですが、最大ピーク時あの脱原発デモで、20万人動員しております。で、こういうことをやったんですが、この人たちですね、金曜夜です。私は脱原発デモに関しては、痛恨の思いがございます。なぜかというと80年代、ちょうど伊方原発の稼働期、などにですね、エコロジーや反原発運動がピークを迎えていた頃、私は、同じ仲間たちが、反原発に、走っていた頃に彼女たちとたもとを分かちました。でそれは何かというと、あの当時原発の集会に行くと、どういう言葉がかけられたか、お母さんという言葉がかけられた。で子供のために、環境を守れっていう、これがあの掛け声でした。じゃあお母さんじゃない私はそこにいないのか、で女というと母親なのか、子供のためじゃないと女は自分のためには動けないのかという反発から、私は少尉をについて大道を捨ててしまいました。で私の周囲には反原発の活動家たちがいたので、この人災が起きた時に本当に痛恨の思いでした。なぜか危険は予言されていた、予告されていた、なのに私は何もしなかった、私は無知だったわけじゃなかった、なのに目をつぶったという思いがあったからです。で私は実はですね、この、茅谷さんのこの予言が出た2011年9月 3.11 の半年後のこの首都圏の反原発デモに告白いたします。40数年ぶりにデモに、復帰いたしました。で私のデモの初体験と申しますのが、実は、1967年 10.8 山崎くんが亡くなった後の追悼デモ、これが私のデモ初体験でございます。でその後、学生運動にのめり込むようになったんですが、私山崎くんと同期ですが、クラスが違うので面識がありません。入学して半年後に彼はもう、あの世に旅立ってしまいました。したがって彼と、この世でまみえることはなかったのですけれども、山崎君というのは私をデモに、引っ張り出す、その背中を押す役割をした人なので、忘れがたい名前の方です。で、こういう前史を踏まえて、ここで官邸前デモというものが続いてきたわけですが、これを記録したドキュメントがですね、社会学者の、小熊英二君がこういうのを作ってくれました。で、これは本当に、いろんな人たちが撮ったあの YouTube で上がっている、映像を、自分でカメラを担いで撮り歩いたわけではなくて、そのいろんなもう何百人もの人の YouTube の映像を集めて編集 したという、本当に、作品としては共同制作というコレクティブあのワークといってもいいような、作り方としても非常に新しい、ユニークな作品です。で、あの景色をですね、私たちが作ったというふうに、私が言い得る根拠は、安全保障関係法案に反対する学者の会というものを、いたしました。で、そこにいるのが上野なんですが、上野の隣にいらっしゃる
あの下白髪のおじさまが、あの増川先生というノーベル賞学者で、隣で喋っておりましたら、増川先生60年安保の闘士なんですね。でそれで、もうあの我慢できないって言って、出てこられて、であの途中で喋ってました。先生、先生の同世代の方たちは今どうしてらっしゃるんですか。まあ悠々自適で孫の世話でもしてんじゃないですか。そんな場合じゃないでしょう、出てきてくださいって話をこのところでやってたんですが、まあ、あのこの時やっぱりですね、ちょうど、学生さんたち若者が動いている、その背に押されるようにして、学者も動かないわけにいかないと言って立ち上がった。で実は学者同士って仲が悪いもんでございまして、連帯なんかめったにしないんですね。なのでそれで、まあ、あのやもにやまれの思いで、アクションを起こしたということと、まあ、それともう一つ潮目を変えたのがですね、それに先立つ6月の、国会における憲法公聴会、これで憲法学者たちが、全員、安保保守法案を、違憲と言って、でその時に立憲主義という言葉、教科書の中にしかない言葉、それが広がりました。で憲法とは国民が権力を縛るものだというこの分かりやすい定義が、あの社会世間の方たちに広まった。でその時、そっか、学者もたまには役に立つもんやと私は大変喜びまして、憲法学者ってもともと大変保守的な人なんですけどね、その人ですら、まあ、そうやって同意して、学会の、あの立場を示されたという。で、あのそれと、学生諸君が、国会前にこの、あの それを見殺しにはできないと言って、年寄りがついていったわけですね。で、まあ、そうするとそこで、髪の毛が白いかないかの方たちと若者たちが一緒に共闘する。私は国会前で何度かスピーチいたしましたけども、あの私どもの世代にとっては Don't trust over 30、30歳以上は信じるな、教師と、それと、教の大学の関係者っていうのは対立すべき敵であっても共闘の相手ではありませんでした。で、その対立するはずの人たちが、私たちと同じ陣営で、一緒に並んで、戦ってくれている。でその最初のスピーチで私は、そうやって学生とそれと教師たちが一緒に共闘できるという光景を、目の当たりにすることができて、思わず口走ったセリフが生きててよかったって言っちゃったんですね。まさかそんな景色を自分が生きてる間に見ようとは、思いもよりませんでした。でこの若者たち本当にあの歴史と先輩に対して、敬意を持っていた。私たちは本当にむしろあの親たちの世代に詰め寄って、あんな馬鹿げた戦争をどうしてやったんだ、であんたたちが日本をめちゃくちゃにしたんだっていうふうに、責め立ててきたわけですが、彼らはどう言ったかって言ったら、私たちは戦後70年、殺しもせず殺されもしない日本を守ってきた、それは先輩たち皆さんのおかげですって言ってくれるんですよ、マイク持って。そしてさらに20代の子がどういうかというと、今が戦後70年ですが、今からまた新しい戦後70年を私たちは将来迎えることができるんでしょうかって言うんです。で、あの今超高齢社会ですから、20代の子あと70年生きられます、90歳。でそういう歴史に対する、それと歴史の継続性に対する、敬意というのを払った若者たちと、共闘することができました。でそういう中でにもかかわらず、おじさんたちの苛立ちというのが、ありましてですね。で例えば、まあ、あのみんなデモが終わった後掃除して帰るんですね。でこんなぬるいことでいいのかって言うんですよね。それからあのおまわりさんたちはあの本当に友好的でした。であのそんなに、ひどい規制もしないし、まあ、一部小競り合いもちろんありましたけどね、右翼が来た時に間に入って守ってくれるみたいなこともあって、あのおまわりさんたちも、決して敵対的ではなかった。であのその時に国会前に10万人が詰めた時に、なんでそこで突っ込まないんだって、なんであの国会の塀乗り換えないんだっていうふうに
苛立つおじさんたちが、まあ、いっぱいいました。でそのうちの一人がですね、原田和夫さんという、まあ、ゆきゆきで新元作った人がいるんですが、今日はちょっとその週刊金曜日で原田さんと、奥田明君が対談したのを持っていたんですが、ちょっと一部だけご紹介しますと、原さんですね、原さんじゃなくて原さんは、僕らの時代には、テロリズム、自分の命と引き換えに、テロをやるということも考えたということに対してですね、奥田君はこう言っています。過激にならないように先輩たちの背中を見てきましたって言うんですね。でちゃんと、学習したと、それは先輩たちの失敗に学んだんだということを、ちゃんと言ってるんです。で私去年のひと夏本当にハラハラドキドキしたことがあります。誰かバカが一人火炎瓶一本投げたらアウト、やったは最後、メディアは全部離反します。それからここぞとばかり分断が始まって暴力学生キャンペーンが始まります。で、本当にたった一人のバカがやっただけで、もう世論全体の潮目が変わる。起きても不思議はないと思っていましたが、その時に、まあ、何も起きなかったんですが、後でですね、私のゼミの出身者である、まあ、若手の社会学者と言われている古市君という、まあ、ひねくれ者がおります。で彼と話した時にね、もしね公安が仕込んで、誰かに火炎瓶一本投げさせる、これやれば、全部景色が変わっただろう、なんでやらなかったんだろうねって言った時の古市の答えがとても面白かったです。まあ40年も経ってるから公安もノウハウ伝わってないんじゃないですかって言ったんですよ。なるほどと思いました。40年というのはですね、社会運動の経験を次の世代に伝えるにはもはや、断絶が起きても不思議はない長さです。で40年間その真ん中の世代が抜けてるんですね。でそうすると公安のノウハウだってそこ抜けてるの。72年の連席の指揮を取った笹さんという当時の、警視庁の長官なんかもとっくに定年退職してる、そういう世代ですから、公安にすもにもノウハウが伝わってないんじゃないかって言われた。まあそうなるとやっぱそこでですね、政治的シニシズムのこの40年は一体、まあ、何が原因だったのかと、やっぱりそこで勝手の政治行動が、過激化し、暴力化し、その時に、革命という極めて非日常的な遠隔シンボルが、遠くにあって、そのために今日を全て犠牲にして、100% の献身をし、命までも捧げなければならない、テロリズムってそういうもんなんですが、そういう、政治的な、まあ、英雄主義ですね。でこういうものがあったんではないか。で私たちは後輩からこう言われました。上野さん、あなたたち一体何が欲しかったんですかって聞かれた。で詰まって答えられないんですね。何が欲しかったんだろう。で、自己否定とこ行ったって、じゃあ何をしたら自己否定することになるのか。でじゃあ学園闘争といったら、大学が交渉相手だったんだけども、じゃあ一体何が獲得目標で、何をゲットしたらそれがゴールであり、何が着地点だったのって言ったら答えられない中にはまり込んでいってしまったんですね。でこの40年以上続いた政治的シニシズムに一体誰に、責任があるんだろうかということをふっと去年の夏になってしみじみ考えてみました。考えてみたら経験者がこれだけいる、皆さん方の中にもたくさんいらっしゃるはずなんだけども、これで青春に決着がつく、こんなもんで決着つかないです。あの闘争は何を生み、何を生まなかったのか、何を後に、負債として残したのか、あるいは成果として残したのかということについて、実は誰もちゃんと、まとめて言ってないんじゃないか。でというのは私自身が、若い人たちに、上野さん何やってたんですか、何欲しかったんですかって言ったら答えられない。
で私たちは親の世代に戦争から帰ってきたお父さんたち、そのお父さんたちが仕込んだ種がベビーブーマーの私たちですからね。だからそのお父さんたちに、お父さんたち何やってきたの戦争戦場でっていうことを聞いた、詰め寄ったらやっぱり戦争体験、特に加害体験は語らない、語れないというものを、ちゃんと語ってくれと要求してきたはずだったのに、じゃあ今度は自分の番になって若者たちからあれは一体何だったのと言われると語らない、語れない、私は今日においてもその状態が続いています。ですからこういうところでお話しするっていうのは本当にめったにないことで、過去の記憶を事細かに語るという、語り方したくないと思ってるんですが、そのせいで社会運動とはおっかないもんだ、で自分の人生を 100% かける覚悟がなかったらやっちゃいけないもんだ、で、おバカなことをやって自滅していった愚かな人たちという、そういう印象イメージを後から来る世代に与えてしまった、その責任は一体誰にあるのか、その、一番の、その、根こそぎになった出来事が、72年でした。で、政治的ヒロイズムというものの行く末はこれだったのか、で、しかも身内の中で、陣地と粛清というものがあった、で集団主義がもっと過激に、もっと過激になっていった、行く末にあったものなんですが、その中に女がいたことが、私たちには大きなショックでした。で女もまた革命兵士になれる、で私たちは今、軍隊の女性参加、軍隊の男女共同参画っていうことを、冗談でなく考えなきゃいけない時代が来てるんですが、そんなバカな人殺しの組織に女も共同参画するのかよって、思う。でもその反対裏側考えたら実は対抗暴力ですね、女性革命兵士というものはすでにいたんです。で男と同じように、女も、テロリストになれる、対抗暴力に、参加できる、という、これが、伝説の中にありました。で政治的ヒロイズムっていうのは非日常を目標とします。でやっぱり、現実を否定して、非日常に向かう、でその時に、日常を捨てていくヒーロー、これにみんなが拍手喝采を送るわけですね。で頃任侠映画流行りでした。で高倉健の任侠映画に、学生運動の同志たち行ってたんですが、皆さん後ろがやばいってこういうふうに声が映画館で飛ぶと。でそれでじゃあ男は本当にヒーローに弱いです、で女もまたヒーローに弱くて、どうかっていうと女は、藤純子ですか、柱の陰でこう袂を加えてこうじっと見ながらね、無事を祈るというこういう組み合わせだったわけですね。でそういう女たちは、実は、女らしさというのは戦場では足かせにしかならない、そうすると女は自己否定しなければならないということになってしまう、あの当時、日活ローマンポルノってのがいっぱいありまして、若松浩二が、壁の中の姫事っていう、ちょうど、共産党の地下活動家たちの、成就を描いた、そういうのをやってましたけれども、その中で、女性活動家が避妊手術を受けたっていう設定がありました。そっか、産む性っていうのは、戦いのためにはハンデにしかならないんだ、でそういう時代を知っていた五木ひろゆきさんがね、70年安保の後でデモにですね、子供連れで来た、女性を見て、デモが堕落したっていうふうに言ったのを私今でも覚えています。で子供連れで来たデモが堕落してるんだったら、シーズスのデモなんかどうなるのか、ママの会のようなベビーバギーを持ち出すデモは一体どうなるのかと思うんですが、そうすると、戦いって効率重視なんですね。で実は連合赤軍の中で女性の中に、粛清された女性の中に妊娠中の女性がいました。それから口
口紅をつけた女性から先に粛清されていきました。で、女らしさは、判定にしかならない。で、じゃあ女は兵士になっても二流の兵士にしかならないというので、これは私があの当時直接自分の同志だと思った男から聞いた言葉ですが、女は戦力にならないからオルグしないと言われました。で、闘争がどんどん暴力化していき、下馬防がとヘルメットが登場してくるようになると、もはや兵士の集団に、女は無用になっていく。で、まあ、そうなると、そこで、女性が、男並みになろうとしたギガが、永田博子という女性でした。日本のリブの闘士と言われる人に田中美津がいますが、この人は永田博子は私だと言いました。で、神一枚の違いで、永田が、連席に行き、私はリブに行った。この違いを作ったものは一体何なんだろうかと彼女は深く反省し、で、こんな風に言っています。男以上に、革命の大義に、準じようと思ったら、女はみんな永田博子だ。男に尻尾を振る女、男に頭を撫でてもらいたいと思う女という女は全て永田博子だ。で、そこでは女には2つの選択肢がありました。男と同じように革命に共同参画するか、それとも女らしく後方支援をするか。で、この時の女性の分断、私には本当に今日においてもいつか見た景色という気持ちを、隠すことができません。なぜならば今日においても女性は男並みに戦って過労死するか、総合職女になればそうなりますか、それができない私は、女並みの二流のポジションに甘んじて、一般職か非正規になるか、この二択しかない、という、使われ方をしている、何も変わってないという思いがあります。で、この当時、ちょうど世界史的に性革命の時代でした。で、恋と革命は、つながって、登場したわけで、バリケードの裏にはフリーセックスというものが、まあ、一部にはありました。で、パリの5月には、オーガズム、それが僕にとっては革命なんだみたいな、こんな、壁書きが出たりしたんですが、でもあの時、性革命の中に巻き込まれていった男女の間に見事な非対称性があるということも、その場で私は実感していました。で、それはなぜか性経験の多さというのは男にとっては勲章だったけれども、女にとってはスティグマだったからです。で、あの当時、バリケードの裏で性的に活発な女の子を男の子たちが、陰で呼んでいる言葉は私は聞いたことがあります。公衆便所という言葉でした。で、その公衆便所と本当に嫌な言葉なんですが、それから二十数年経った後、公衆便所という言葉が慰安婦を指す行軍兵士の用語であるということを知り、深い深いショックを受けました。で、まあ誰でも同じ程度に思いつくぐらいの言葉だったのか、それとも行軍兵士用語が、あの若者たちの間に、連綿と受け継がれていたのか、それは分からないんですけれども、そのような状態、つまり、女が、まあ、妻と愛人、聖女と娼婦、あの当時はですね、男並みに戦うとゲバルトローザとあざけられて、もう一つの女らしい貢献の仕方は、球体の天使救援対策で、拘置所に差し入れ持っていくか、この2つに1つという、こういう二重基準ということが男の世界でも、ちゃんと、流通していた。で、結局一緒に肩を並べて戦う女は恋人にも愛人にもせず、結果として、陰で待っている女と、結婚していくという、こういう人たちが私たちの周りにいっぱいいました。で、まあ、結果として、妊娠し中絶したり、あるいは結婚へとなだれ込んでいったわけですが、
その中から生まれたのがウーマンリブというものでしたね。これ田中道さんの言葉なんですが、リブは心左翼の体内から十月十日月満ちて生まれた鬼子だ。鬼子というのは、親とは似ても似つかない、肌を食い破って生まれたもんだ。で、その背後にあるのはやっぱり同志だと思った男たちに対する深い失望です。で、ウーマンリブの誕生日というのは日本では1970年の10月21日、この時にグループ戦う女が新宿で女だけでデモした。女だけでつるんだり、女だけでグループ作ったり、女だけでデモするのは、審査役の中でも救済役の中でも分派主義と呼ばれて非常に嫌がられました。で、女だけで集まって何やってんだっていうね。まあ、この誕生日のこの日に、日本のリブのマニフェストとして記念すべき連中からの解放という、ビラが巻かれています。署名はありませんが、執筆したのは田中道さんであるということが分かっています。この便所は男の都合の良い排泄機としての、女性の在り方に対する、まあ、異議申し立てというもんでした。で、そこから生まれたリブというのは、革命から遠く離れた日常をそのまま戦場にしました。で、男たちにとっての戦いとは非日常、日常を犠牲にする非日常だったんですね。ところが女たちの戦いは、妊娠出産育児の中にある。例えば子供が生まれたら、その子供を保育所に誰が預けに行くのか、例えば保育所から、病気だという知らせが来たら一体どっちが迎えに行くのか、それが戦いだったわけですね。ですから、まあ、考えてみたらですね、非日常ではなくて日常が戦いの場になるということは、女にとっても男にとっても非常にきついことだった。逃げ場がない、逃げ隠れできない、そういう場だったというふうに思います。で、その時皆さん方も覚えておられないかもしれない、全共闘のいろんなスローガンの中にですね、家族帝国主義粉砕って言葉があったのをご存知でしょうか。それからリブは一夫一婦制は諸悪の根源というふうに申しました。にもかかわらず、これを叫んだ若者たちはその後、妊娠し、結婚になられ込んでいきました。本当にあの頃みんなね、避妊が下手でした。できちゃった結婚でどんどん結婚になだれ込んでいって、その時に、指導教員を、ナポートに立てて結婚するような仲間たちもいました。で、私はそういう男たち一人去り二人去りといって結婚していく男たちに裏切り者と思ってたわけですけどね。で、その後私は愚直にこの当時のスローガンを守って今日に至ってもお一人様で過ごしております、はい。で、まあ、そうやって、結婚してった結婚してった人たちにはそれぞれのご事情はいいでしょうが、私は基本、男性も含めたフェミニストで結婚した人も含めて結婚した男女は信用ならない人たちだと今でも思っております。で、まあ、その中で、男と、まあ、葛藤をしていく。私の友人にこういう女性がいます。愛した男と結婚し妊娠し出産し、で、新生児ともう本当に密室育児の状況に閉じ込められて、3ヶ月目に会社に行こうとする男の足元に玄関でしがみついて、行くな、私とこの子を殺す気かと迫った女がいました。で、その時にその男は、会社に行くのを、まあ、やめさせてですね、で、話し合いをして彼は転職をするということをやった。で、こういう戦いを日常の中でやってきたんですね。私の同世代の女たちを見ると、そうやって男を変えることに成功した女たちは少数です。で、ほとんどの女たちは男を変えることに失敗しました。で、だから、離婚率がとても高いです。
私の周囲はシシルリリーでございます。で、男は私の経験則から言うと自発的に変わることは決してない。で、要求しなければ変わらない、要求しても変わらない。だとしたら要求しなければもっと変わらないということが、分かっておりますので、あの頃テロリズムの言葉であった一人一冊という言葉を私たちは、リブの標語に持ち込みました。自分の生涯かけて、自分の全体重かけて、自分のパートナーにした男一匹変わらなくて何の革命かというふうに、女たちは当時言ったものです。まあ、その後団塊世代のカップルがいかなる末路を取れたか皆さん方よくご存知と思いますが、まあ、そういう中で、女性運動というものが始まっていったわけですが、ここで出てきた重要な標語は、個人的なことは政治的である。政治って別に自分から遠くにある非日常じゃないんだ。日々の、どんな暮らしをするかという選択そのものが、政治なんだということを言った。だから、政治には大文字の政治と小文字の政治があり、男たちが戦ってたのはあれ大文字の政治だったんじゃないか。日常を政治化するのは本当はきついです。逃げも隠れもできませんから。こういうことを女たちはやってきた。で、そして、私はその後学問の分野で女性学というものをと出会いました。で、女性学との出会いは本当に目から鱗でした。ああそうか、自分自身を研究の対象にしてもいいのか。で、最近ですね、当事者研究というものが流行っておりますけれども、私は女性学は、当事者研究の、講師であると思っております。で、当時女が女を研究するとそんなものは主観的で学問にならないと言われた。じゃあ、主観的じゃないためにどうすればいいのかって言ったら、じゃあ女じゃないものが女を研究するって言ったら、男しかいないんで、男が女を研究すれば客観的な女性学になるのか、男は女を論じる男はたくさんいまして、そういう人たちは、女性を論じるのは大変好きですが、彼らが論じてきた女たちっていうのは結局自分の目に映った大変、男に都合のいい女たちばっかりだった。で、私どもは今日に至るまで、学問の中立性、客観性というものの神話っていうのは根拠のない信念集合を申しますが、それと戦っております。学問の世界はやっぱり論拠たる、中立性、客観性の神話っていうのがありますから、まあこういうことをやりながらですね、まあ、2015年夏を、迎えたんですが、これを社会運動から見た時にですね、当時、登場した、女性の運動 とかあるいは、まあ、米連のような市民運動と、今度の、2015年の夏の運動が、非常に、共通点がある。で、新しい社会運動とは何かっていうのが70年当時、社会学で登場してきまして、それを生んだのは現実の変化です。70年代の環境運動とか女性運動とかマイノリティ運動とかなんですが、特徴は、リーダーがいない、縦型の構造じゃない、で例えば、こういうネットワーク型であるとかですね、手段的よりも今が楽しいということを求める、それから明日のゴールより明日の革命より今日の解放、今日ただいまのこの運動の中に解放がなければ、将来にわたって、そんな解放なんかあるわけがない、で現在を将来のための手段にしない、という、こういうことをやってきた人たち、女の運動もそれでした。で、まあ、その中で、市民運動と住民運動 の2つの系譜があって、まあ、これが続いてきたわけですが、私は自分の同世代の名誉のために申し上げておりますが、おきますが、あの当時ですね、選挙党世代は、ブルテンしたというふうに言われました。だけどもね、データ見ますとですね、全共闘運動とか学生運動に関わった人たちは当時の
学生の中でもそんな多数派ではありません。まず大学進学率がほぼ2割でした。女性に限れば4大進学率は5%しかありません。でしかも首都圏の中で、大学に入った人たちはそんなに多くありません。学生運動に近かった人たちで、同年代の学生の中で、統計はないんですが、ある小サンプルでやったデータで、あの当時、いわゆる全共闘運動に参加するかシンパサイザーであった人は同年齢人口の2割で、それに積極的に反対した人たちが2割、あとの6割はのんぽりであった。で、学園封鎖がバリケードで行われますと、バイトや旅行に行った人たちだという。 ですから、あの当時その2割の、あの仲間たちは、決して分転していません。その後も本当に愚直に、市民運動や住民運動を各地でずっと生き長く、続けてきています。全く何も やってない人は、少数だと思います。で、そういう状態で、社会運動論の組織論というのなんですが、考えてみたらですね、従来型の社会運動ってこれなんですよね。ツリー型で、新しい社会運動はこのネットワーク型と言われて、 SNS なんてね、情報がどこまで伝わるかって誰も分かんないんです。で、こっちの方はね、見たからはっきり分かるけどね、例えば一番末端のこの人の動きは隣には伝わらないんですよ。でこれは何かっていうと、軍隊型もしくはパルタイ型、地下運動にぴったり、つまり、指揮命令系統や情報のルールが上にしか集まらないようになっていて、隣同士が何やってるか知らせない、分からせないという、こういう統制が効く、こういう、組織です。で、あの当時の、全学連と言われるものも、基本はこの釣り型だったと思うんですが、これに対して、女性運動が採用したのはこのネットワーク型でした。面白いエピソードがあります。女性のいろんな活動が山のように増えたので、ダイレクトリー作ろうと思って、そこに、調査票を送ったある、団体があります。その調査票に団体名、所在地、代表って書いただけでものすごいクレームが来たんです。そこら中からうちは代表なんかいないって言って、そのぐらいやっぱり女の人たちはトップを立てる、で指揮命令系統を作る、支配非支配の関係を作るということに大変に敏感でした。で、これを見ると、米連これだったんですけどね、名乗った時に米連で、シールズも名乗った人がシールズで、私これを思うとですね、鶴見俊介さん、思想の科学をずっとやってこられた、で思想の科学が休刊して、誕生から50周年を迎えた時に、東京で50周年記念シンポジウムがあった時に、本当に両脇を、ご家族に支えられて出てきた、鶴見さんのご挨拶を今でも覚えております。50年間思想の科学を続けてきて、私の最大の誇りはただの一人の除名者も出さなかったということです。やっぱ排除をしなかったということなんですね。で、ネットワーク型だと排除しようがありません。こういうことをやってきたわけですが、そういう中で、立憲主義というものが、大きなフレームになって、アンブレラになって、多くの多様な人たちを巻き込むことができるようになった。で、その中でですね、民主主義を守れ、立憲主義は民主主義の一つなんですが、民主主義を守れということが、2015年夏の、キーワードになりました。で、民主主義は、道具で、しかも不完全な道具です。で、しかも民主主義を採用したからといって、これは手段ですから、決定の内容の質を保障したい。で、トランプ大統領も極めて民主的に選ばれるわけですね。で、そうなると民主主義って、使い方に習熟しなければならない。で、シーズの若者たちが言っていたのは、憲法の中にですね、この
国民の権利は、国民の不断の努力によって維持される。この不断の努力というのを彼らは何度も何度も言っていました。まあ、それでですね、ちょっとまあこの辺と飛ばしますが、まあ、にもかかわらず、ちょっとこっちにもう一回戻ろう。その後ですね、私はこういう本を出しました。ちょっと勢いのいいタイトルなんですけどね、日本が変わる、女が変わる。なんでかと言ったらですね、3.11 の後の日本が前の日本と同じであっていいわけがない。じゃあ誰が変えるんだ、もう男には任せておけない、原子力村作った彼らには任せておけない。でだけども、女はですね、原子力政策の推進に、実は責任があります。でこの本の中で私が尊敬したいろんな方たちと、対談したんですが、その中で沢地久江さんと石牟礼道子さんがおられて、年長の方ほど日本の将来に悲観的でした。で、原発事故をですね、第二の敗戦と言われたのは沢地さんです。で第一の敗戦は1945年の敗戦です。負けると分かっていた戦争に突っ込んでいって引き返せなかった、こんな日本に誰がしたと私たちの世代は親たちに迫ったはずでした。でも今度の第二の敗戦は危険だと分かっている政策を、絶対安全神話ってほとんど、新種不滅神話とか神風神話とかと同じですよ、のもとに、推進していって、で、まさかじゃなくてやっぱりという事故を起こしてしまったその第二の敗戦はもはや、誰も責めることができない。アメリカさんがやったわけではない、私たち自身がやったこと で第一の敗戦の原因をについてですね、私は福島以後、いろんな本を読んだ中で一番役に立ったのが、この野中さんたち経営学者が共著で書いた失敗の本質、日本軍の組織論的研究という本なんですね。つい最近八重洲ブックセンターへ来ましたら、その本が平積みでバーッと並んでおりまして、ポップに何が書いてあるか、小池ゆり子愛読書って書いてありました。小池も読んでるのかと思ったんですが、この本に何書いてあるかって言ったらですね、日本軍は平時に強く非常時に弱い組織であった。軍隊が非常時に弱くてどうするんですか。でそれでもっと恐ろしいことが書いてあった。この日本軍の組織論的体質は戦後大手の組織に引き継がれたって書いてあった。で東電そうです、で、政府もそうです。で 3.11 の後も東電も原子力村も何にも変わっていません。だとしたらもうそうなれば、第二の敗戦がすでに起きてしまった、その後何にも変わっていないならば、このままでは第二の福島、第三の福島がきっと起きるでしょうと、こういうふうに声と顔で沢地さんに言われると背筋がそっと寒くなります。でそれから石牟礼さんにお会いしたとた時に、開口一番、福島はきっと水俣のようになるでしょうというふうにおっしゃいました。でこの時にですね、こんな日本に誰がしたということを、私たちは元若者だったから大人に言うことができた。でももう私たちはもう高齢者になりました。もう人生の3分の2以上生きてきた。じゃあ若者にこんな日本に誰がしたって詰め寄られたらもう言い訳できないんです。で女はね、戦前は偉い目にあった男のせいでっていうことができた。だけど戦後はね、参政権があるから、自分にも責任がある共犯者なんですね。まあそうなると、じゃあ政治は変わったかというと、にもかかわらず何も変わっていません。で、原発政策を推進したあの政権が再び、
復帰し、まあ、ですからあの第二の敗戦の戦犯だから、私は戦犯復帰内閣って第一次安倍政権呼んでた、まあ、第二次の方か呼んでたんですが、あとそれと第一次であの神経性下痢でもう再起不能の形で政界させたと思ったら復活したからね、ゾンビ復活内閣って言ってたんだけどね、まあ、あのこの選挙全部どれもこれも、あの自民党に安定多数を与えるということを、まあ、やってきて、この勢いだと今度は、また来年あたり突然やりそうだという、まあ、こういう状況ですね。で民主主義は非常に困ったもんで、まあ、もちろんですね、その、あの一人区 の、 あの選挙区制度が、ま、あの悪い間違いだっていう人たちもいるんですが、まあ、実際あのこの前の選挙で、まあ、見てみるとですね、あの得票率ものすごく自民党低いんですね。で得票率が、2割前後にもかかわらず議席選挙率が、8割近いという、であの指標率が6割ぐらいですね。もうとんでもないこういう状態になってる。まあ、 あの同じこと言えばトランプだってね、実はクリントンの得票率の方が高いのに、トランプが大統領になる、まあ、あの民主主義って欠陥だらけのもんなんですが、私たちがこの民主主義を守れと、まああのシールスの若者は言ってるのかと、私たちが今知っている民主主義はあの代理制民主主義というもんです。で若手の政治学者の山崎望君というセンスのいい方あの政治学者がですね、教えてくれたこと、代理制民主主義とはすっぱらしい目から鱗が落ちるような定義でした。投票によって意思決定権を代表に託すことでエリート政治の一種であり、エリート政治であることで背後には州部への警戒心があり、政治参加を4年に1回の投票に限定することで市民の政治参加を促進するよりは抑制する、意思決定のシステムと言われると、なるほど、道理で気持ちがなえるはずだ。私たちは、投票という行動によってエンカレッジされてるわけではなくてディスカレッジされてるんだということが、まあ、実によくわかるんですね。で、まあ、あのこういうものだけが、だけどこういうものだけが、政治ではない、で代理制民主主義だけが民主主義じゃない、でそうすると市民の政治参加としての社会運動というものは、絶対にあるはずだ、じゃあそれをやってきた人たちはいるはずだ、でその中でどんな運動が行われてきたかというと、市民運動は私たちの、まあ、あの専門用語でいうとレパートリーっていうんですけどね、合法的なメニュー、性 &B 活動、訴訟、集会、ビラ、チラシ、もろもろ、それから非合法的なレパートリーもありましてね、暴動とかテロも含めてね、まあ、こういうことを、まあ、やってきたと、やってきて、その結果、ちゃんと獲得してきたのかというとですね、この、運動が非常にうまくいった人たち、一軍の人たちがいることが分かりました。これが日本会議の人たちです。でこの人たちは、市民運動の先ほどお示ししたレパートリーを実に見事にうまく活用して、次々に獲得目標をゲットして勝利してもらえた、でしかも裾野を広げてもらえた、であの最近、日本会議の研究というのがいくつか出ましたが、分かったことはこの人たちのルーツはなんと70年代、長崎大学の、反全教頭、反共民族派学生運動の闘士たちの生き残りである。で彼らはね、この40年間空白の40年間、政治的シニシズムの40年間に、愚直に真面目に絶え間なく市民運動やってきたんですよ。で、しまったやられたって後になって思ったのが、年号、元号法です。で、私たちは今でもね、公式文書には平成何年って書かなきゃいけないんです。
です。西暦で書けないんです。で、換算しにくくてしょうがないんですよね。今度代替わりするときは気のいいところでやってくれっていうぐらい、本当にこんなことなんでやらされるのかっていうのは彼らの成果物です。彼が勝利したんです。で、こうやって勝ち癖つけてったんですよね。で、こういうヘイトスピーチのもとにも、この組織があります。で、この人たちの組織力、資金力、運動力、それから、成果物っていうのはすごい。じゃあ私たち一体これに対抗するような何をしてきたのかってことなんですが、レパートリーもいろいろありまして、これがちょっと面白いんですが、でももう時間がないからやめときます。で、その中でですね、じゃあ私たちは、民主主義の下では意思決定者、主権者ですね。で、主権者になる。で、立憲主義というのは主権者が権力を縛るものだと。で、それで、こういう本を書いたりしたんですが、私はですね、ちょっと飛ばします時間がないんで、こういう本もついに書いてしまいました。で、私のところに間違って憲法を論じてくれという、団体がありまして、憲法学者でもない、その道には専門家がたくさんいる、こんな分野に私ごときが出る場がないと一旦お断りいたしましたが、非常に強く求められましたので、ふっと考えました。あ、考えてみたら私も主権者じゃないか、主権者だったら誰でも憲法について語っていいんだと思って、喋って、で、護憲でもなく改憲でもなく、専憲論という、こういうのを出したんですけどね。で、その中で、今、保守派が改憲派、革新と呼ばれている人たちが守れ守れという。で、考えてみたら今憲法はもう70歳ですから、段階の世代はまだ70になってませんということは、私たちよりも年上で生まれる前には憲法できてた。だから私たちは憲法を自分で作ったって実感がないんですね。自分で選んだって実感もない。じゃあ選ばせろよっていうのが先見論なんですが、その点で、憲法論議を、タブーにするかしないかっていうので、これまで護憲派と言われる人たち、この人たち、良識的な、知識人たちが多かったんですが、そういう憲法学者のうちの一人、樋口陽一先生という方がおられます。大体こういう方たち基本は、国民愚民説ですから、愚民に選ばしたらろくなことがない、だからうかうかと騙されて、九条改正なんかに乗せられてしまうかもしれない、だから国民投票は危険だからやらすなというふうに、これまで護憲派の方たちは思ってこられた。つまり護憲派の方が国民を信頼しないでというふうに、思ってこられたわけですけれども、それでも、最近ですね、樋口先生お考えお変わりになったんだそうでございます。というのは、本当にいよいよまともに、憲法論議が、国会で行われるようになるとですね、僕たちまだ戦争を記憶している者たちが、今戦後生まれの国民、日本の、5人に4人です。まだ2割はいる。まだそういう人たちが残っている間に、国民投票をやるなら早めにやってくれというふうにお考えが変わったんだそうで、そこまで来ちゃったかと思うんですが、そうなるとね、やっぱり私たちは、あの時あなたは一体何をしていたの、こんな日本に何を なぜなっちゃったのということを上の世代に詰め寄ってきたであろうことか、それに石を投げで、棒も振るってきたわけですが、もう私たちはもう、言い訳無用、本当にこんな世の中にしてごめんなさいって言うしかないというこういう状況で、私は団塊の世代として思いますけども、昨年夏、国会前に、瀬戸内寂聴さんご登場なさいました。90代です。大江健三郎さんも登場なさいました。80代です。あのお姉様お兄様方にですね、
私たちは、私たち後輩は、どうぞ安心して引退なさってください、あとは私たち後輩がお引き受けしますからの一言が言えないんです。で、私たちは本当にお兄様お姉様たちにね、悪いけど死ぬまで頑張ってくださいっていうしかないでも本当にそんな世の中になっちゃったんですよね。で、まあそれで、行動した人たちはいるんですが、ちょっとまあもう時間もないのでもう全部飛ばします、まあ、それで、私たちこういうドキュメンタリーを映画監督の松井さんに使ってもらって、彼女の2作目が鉄砲を主人公にしたドキュメンタリーできたばっかり、とてもよくできてます、どうぞご覧になってください。で、最後にトランプ以後の世界で、トランプ以後の世界で、私たちはこれから先一体どうなるのか、まあ聞かれても私にそんな知恵はありません、ね、でも、まあ、トランプ大統領になっちゃった、まさかまさか民主的な手続きで選ばれたんですから、正当性のある権力です。で、よく私に上野さんアメリカこれからどうなるんでしょうかねっていう人いるんですが、私はその方たちにこうお答えしております、アメリカのことを心配してる場合じゃないでしょ、日本はとっくにそうなってる、なぜか安倍は日本のトランプだからです。で、そういう、安倍さんの先を行っている方を、権力のトップに押し上げたのが大阪の皆様方橋本さんですよね。 で、まあ、ですから日本はとっくに、日本の三大都市ですね、東京大阪名古屋は、そういうトップで占められていますし、橋本さん の後を追っかけているような安倍さんが、今権力の座についているわけですが、それを押し上げてしまったのは私たちです。で、まあ、そうなると国民投票なんかやって国民分断するなとか、そういう説もありますけれども、でも私たちはやっぱり愚直に、本当に愚直に真面目に、市民教育っていうのをやっていくしかない。で、これからあと私たちの後に続く人たちに私たちがやってきたことを種をまいて伝えていくしかない。で、今女たちの運動も高齢化しております。で、もうそうすると私たちは、みんなおばあちゃんになったわけですが、この映画作ってもらってね、で、ここで、キャッチコピーを私作ったんですけどね、戦った、生きた、老いたっていうんですけど、まあそのこれは何もね、年取った私たちの思い出話のために作ったんじゃなくって、後から来る人たちがこんな女たちがいたんだっていう背を見て学んでほしいというのは、私たち自身も私たちの前にいた女たちの背を見て、学んできたからです。でもね、気がついたら後ろに誰もついてきていなかったという現実がもしかしたらあるかもしれない。で、そのために私は、今日、まあ、ご紹介したいと思ったのがちょっとこれですね、これだ、ウィメンズアクションネットワークというネットのを媒体にした NPO を作って今これの代表をしておりますと、まあこういうところなんですが、そういうことを考えたら市民運動の火種とノウハウというものを、ちゃんと絶やさずに、それを、つないできて、しかも成果物まで獲得したのは右派の人たちであって、左派と言われる人たちは40年以上にわたるこの世代間継承の断絶をもうすでに、経験してしまった。そこに突然変異のように若者たちが登場してくれた。若者たちは今年の夏解散しました。でも私はこう思います。3.11 以後の毎週金曜日のデモ、そして2015年夏の場に登場してきた人たちの経験値は決してなくならない、決してなくならない。で、その人たちは必要な時に再びいつでも
路上に出てきてくれるだろうという確信を持っています。で、こういう経験値というものを、伝えて広げていくということを、どうしてもやる必要がある。でこの集まりが、ただ解雇や記憶にふけるだけではなくって世代間継承